まあ、もっと経験積んでやりたいと思います。メンズバーが下がりました。さあメンズバー下がった、宇野レッパーが入った、さあ捕まえた、ボディ来ましたよ、バクロー勝ってほしいです。マウント来ました、マウントここからバック宇野劇場だ。さあタックマウント、この右腕からですか。さあどうでしょう。いいポジションですよ、まあ、大丈夫です。体が強いですね、パワーが。立ち上がりましたメンズバー、そしてさあ再び宇野、ジャッジ豊永、赤宇野、宇野で決勝進出を果たしました。カルバン選手はやっぱり総合的には強いと思うんですけれども、平選手は寝技という極真な部分で首を乗ってきたチョークスリーパー、もともとは柔術の選手ですが、ここまでの2試合の勝ち上がりは打撃で勝ち上がってきている。さあ入ってますよね、結構綺麗に入りましたよ。チョークが入ってきたか、ヤヒーラを寝技で粉砕するのか、優勝で勝ったすごいな、カルバン秒殺、カルバン決勝進出。いざ世界制覇へ、ベルトに向けてそれだけですね、はい。10年前、一人の男は総合格闘技という名の道へ。やがて男は海を渡り未知なる戦いに挑む。当時日本ではそれほど浸透していなかった総合格闘技、男は本場で結果を出し、この競技を日本に広めた。そして今回のミドル級トーナメント、男は日本人全滅を防ぐ救世主となった。己の道は己で切り開く、孤高のパイオニア宇野薫、運命の決勝戦。日本の宇野薫、あと一つ、あと一つです。赤コーナー、173cm、69.9kg、ジェイジーハネー、宇野を迎え撃つ形となりました。リオの破壊王、ジェイジーカルバン。いよいよヒーローズ2006ミドル級世界最強王者決定トーナメント決勝戦を迎えました。ただ一人日本人としてベスト4に勝ち上がってきた宇野薫が決勝進出です。さあどんな結末が待っているのか。戦いを終えたゴングの後、宇野の腰に光り輝くベルトは巻かれるのか。相手はカルバンです。はい、さあ頑張ってほしいですね。70キロの世界最強の腕を決める戦い。このカルバンは本当立ってよし寝てよし、はい、パワーすごいですから、宇野選手とにかく我慢することですね。いいポジションを取ることだと思います。指導さん、はい、どういう展開になりますかね。そうですね、やはりスタンドがすごくポイントになってくると思うんですけど、宇野選手シューズ脱いできてますね、はい、少し戦略をちゃんと練ってきていると思います。決勝戦はレスリングシューズを脱いできた日本の宇野薫です。白いパンツです。相手強いですけどね、宇野選手も本当百戦錬磨というか、もういろんな選手が戦う経験がありますから、カルバンもその宇野に対しては経験が怖いと話していました。カルバンとしてはこのトーナメントという形式の戦いは初めてです。しかし準決勝秒殺で勝ち上がってきたカルバン、一方のは5分2ラウンドフルで戦ってきてこの決勝戦です。プレッシャーかけてますね。さあ井上若さん、いよいよ日本の宇野発進ですね。そうですね、体力が多分復活していればいいんですけど、ぜひ寝技も見てみたいと思いますね。非常に今国歌を聴いている時の宇野の表情は引き締まって見えました。ロキック、ロキックですね、さあ桜庭さん、宇野は打撃に付き合っていいんでしょう。ミドルキック、さっきの試合のペースみたいな感じでやればいいと思うんですけど、はい、相手に合わせないで自分のペースでやればいいと思います。まあ、そのペースをつかむといいんだ船木さん、はい、やはり10年のキャリアがものを言うでしょうね。そうですね、まあ、さっき の, 試合の疲れがですね、はい、まだ見えないんで、今のところは大丈夫だと思いますけど、すごい、とにかく肉体改造徹底的にしてる山崎さんのもとで肉体を鍛えてきた。なんといっても格闘技10年トップで走り続けてきた日本の孤高の格闘技のパイオニア宇野薫です。離れました。この序盤はスタンドの展開です。もう今のところ冷静ですよ宇野選手。いいですね、タックルで行くのか。
このカルバンは先ほど見せたように柔術もできます。カルバンはまだね長い試合見てないんですよね、今まで秒殺秒殺なんで後半スタミナがどうなのかなっていう、スタミナは宇野選手もあるような気がするんですけどね。前蹴り、打点が高い前蹴りを放ってきた、パンチを打った、これ思い切っていくところがいいですよね、先ほどの準決勝は徹底的な打撃で戦ってきた、昨年も準決勝では山本キッド乗り踏みに対して徹底的に打ち合いに行ったものです。まあ、須藤さん、相当宇野も打撃には自信があるんでしょうね、はい、そうですね、宇野さんも打撃強いですし、はい、スタミナもやはり計り知れないものがあるので、今年10年の節目を迎えた、そして2006年結婚もし子供もできた家庭を持った宇野薫です。離れ際は気をつけたですね、カルバも慎重ですね、はい、さすがは決勝戦、この70キロ最強の男を決める戦いです。地元横浜で錦を飾るか宇野、しっかりと相手を見て左右、右のパンチです、しっかりパンチが逃げています、やっぱーアッパーの左右行く、左行く、3番手ディフェンスします、ディフェンスします、ディフェンスします、ディフェンスをしっかりして下になった宇野、動いてます、上からパウンド、上からパウンド、宇野さん動いてます、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 大丈夫です、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 すごい突進力ですね、この突進力、そして宇野コールです。宇野は一人ではありません、この満員の横浜アリーナのお客さんがついています、ここは日本です。宇野冷静に相手のカルバンのパンチを見切りました。須藤さん、パンチは見えてますか。そうですね、はい、しっかりガードしたと思います。さあ、この対戦も宇野さん得意なので大丈夫です。力ありそうですよね、離れ際だけ気をつけて、力ありそうですからね、まあ、桜庭さんと同じくその格闘界を引っ張ってきた宇野薫です。桜庭さん、ここまでの宇野どうですかね。ちゃんとあの相手をしっかり見てるんで、はい、大丈夫だと思いますけどね、あとここからどう寝技に持っていくかとかそういうところだと思います。5分2ラウンドで争われる決勝戦ではありますが、あっという間に残りは1分です。それだけ緊張感の中で戦っています。わかりますね、しっかりセコンドの声も聞いてるといいと思いますよ、冷静で。再びスタンド、マジリー回し蹴りを見せました宇野、ミノキック、左のパンチ、パンチを振り下ろしてきます。ここから寝技の攻防、なりふり構わず、ディフェンスです、大丈夫ですよ、大丈夫、ナイスディフェンスですね、ナイスディフェンス、もう食らってませんよ、今日本の宇野ディフェンスをしています。ここから宇野得意の寝技地獄、ブラジルのカルバンと日本の宇野で今年2006年のミドル級の最強の男を争われています。攻めさせたらスタミナはどうかですよね、はい、ある程度まだカルバンは2ラウンドに入ったことはありません、そのあたりのスタミナはどうか、残りはあっという間、もう20秒を切りました。しっかりと押し出す、両足で相手の腹をフックしている宇野、頑張れ、右のパンチです、右のパンチ、腕を狙いに行くか、振り下ろしてきました、残り5秒、大丈夫ですよ、まだ当たってません、ディフェンスうまいですね、ディフェンスうまい、はい、本当にうまい、ここはキャリアで日本の宇野、大ダウンが終わりました。10年戦い続けてきた宇野、第1ラウンドはキャリアのさ、よくカルバンのパンチを見切りました。あなたに優しい、みんなに優しい、キーレスでエントリーから発信まで MR ワゴン、スタイリッシュなリミテッドデビュー、きらめく人にはわかる、ルーツインスピレーション、ネットでもDルームの人々、もうこんな時間、このソファーいいですね、床もいいですよ、時間大丈夫ですか、大丈夫です、大丈夫です、帰る気ゼロだよとか言いつつ、なんだか楽しいダイワハウスのDルーム、ダイワリビング。1ラウンドカルバンの猛攻をしのぎ続けてきた宇野薫、さあ日本の最後の砦として悲願の世界王者へ向け、ファイナルラウンド5分間で得意の寝技一本勝ちできるか。花咲ポットを買ったきっかけは可愛かったからです。
お店で見て、あ、お花だってこうやると、この花びら全部の面積からふわって部屋中に香りが広がるんですよね。で、そのうち花びらの先からだんだん色づいてくるんですよ。毎朝色の変化を見るのも楽しくて、それに消臭効果だってすごいんです。新しくなったアース咲かせて消臭花咲ポット、あなたも使ってね。それにしてもまず谷川さん、はい、とにかくあっという間の5分間でしたね。そうですね。いやー、だけど本当見応えあります。さすが決勝戦という試合ですね。カルバンの長い試合も、こんな長い試合も初めて見ましたし、まあ、どちらが勝っても新チャンピオンになりますが、須藤元気さん、はい、まあ、ライバルですが、ライバルたちの戦いどう見てますか？そうですね、もう血がたぎりますね、見てて。そしてこの下になったパンチですけれども、桜庭さん見えてます、はい、大丈夫ですかね？もう全部かわしてるんで大丈夫じゃないですか、ね、そうですか、うん、さあ、船木さん、いよいよファイナルラウンドですが、はい、展望お願いします。そうですね、1ラウンド目終わっても、集中力もあと体力的にもまだ全然取り入れてませんので、はい、これ宇野選手チャンスあるかもしれないですね。そして若さん、はい、日本代表の野にエールを送りましょう。はい、もう冷静な試合お願いいたします。さあ、いよいよ決勝戦ファイナルラウンドに向かいます。日本の小野、見てください、残りは5分です。完全燃焼できるか小野。神奈川で生まれ育ち、横浜高校レスリング部出身。さあ、小野、残りは5分です。落ち着いて第1ラウンドを戦った小野、1ラウンドはもう全くお互いダメージないと思いますから、まあ、開幕戦準々決勝で、まあ、土壇場で首を取ってショートスリーバーで勝ち上がってきた宇野、巻きついてきたのはカルバンです。そういった、まあ、船木さん、はい、その試合をトータルで10分で考えるという能力は宇野は長けてますね。そうですね、今まで の経験がありますので、はい、あとこのカルバン選手ですね、はい、宇野選手の立ち技、打撃も今気を使ってますね、はい、食らわないように踏みついてきましたので、やはり相当なこの宇野薫の打撃を警戒しています。リオの破壊を若干そのスタミナ、そうですね、スタミナの面見てもちょっと不安があるんでしょうね。小笠原さん、はい、赤 JG カルバンサイドなんですけれども、先ほどインターバルは口を開けて呼吸するわけではなく比較的落ち着いていました。そしてセコンドからの指示なんですが、意外にも宇野の足技キックを警戒しろと、それからパンチのコンビネーションをもっと出していけというふうに指示が出ています。小原アナウンサーからカルバンサイドでした。打撃を警戒しているというタックルに来た、きました、倒されました日本の宇野。最後取りましたよ。まずはサイドポジションいい形を取りました。ここからカルバンはまだ、まあ、先ほど準決勝はチョークスリーパー首を買って1本を取りましたけれども、ここからどういった技が出てくるか。もともとは柔道からスタートをし、アメリカントップチームではボクシング、柔道、レスリング、あらゆる格闘技を学んできました。ここからのディフェンスですが、桜庭さん、はい、宇野としてはどういった形で試合を進めたいですか？下にやってガードになってやるかですね、はい、相手を腰の方に押してるんですね。それかあとはもうひっくり返っちゃうと、マウントポジションはさせない、しっかりと足を絡める、うまいですね、しっかりディフェンスしました。ナイスディフェンス、日本の小野しっかりディフェンスをしました。全然当たってませんよ、大丈夫です、大丈夫です。振り落とし、ここからは宇野の時間となるか、ね、外れてくるから強引に行くところがカルバンのいいところですよね。スタンドの勝負となりました。いい試合ですね、いい試合ですね。小笠原さん、はい、こちら日本宇野サイドなんですが、右ストレート、カルバンの右のパンチだけを気をつけて、とにかく回り込んで攻めてみよう、そしてキックに関しては一定すぎる、もっとタイミングを変えて蹴りを打てという指示です。アスミアナウンサーでした。その右のパンチを放ってきましたカルバンです。ローキック、決勝はレスリングシューズを脱いで宇野は舞台に上がっています。右ストレート当たりは浅い、しっかりと見えています。タックルに来ます、タックルに来た、タックルで倒されます。この時間帯は須藤さん、はい、宇野が倒されていますが、すぐガード戻せば、みんな、あ、守備というか大丈夫ですね、はい、はい、大丈夫ですね。下からでももちろん宇野は攻めることができます。しかしディフェンスうまいですね、宇野選手は。あっという間にファイナルラウンド3分が経ちます。コツコツと当てています。ちょっとカルバンのスタミナが切れてきたと思うんですよね、若干、ね、1ラウンドでも、ハンドの連打ですね、あれでだいぶ消耗してますね。残り2分を切ったところで宇野はどういう作戦でカルバンを料理しに来るか。なるほど、上々行ってもなかなか攻められないですよね、はい、10年間トップであり続けてきました日本の小野薫、ここのパイオニアとして昨年はベスト4、悔し涙を流しました。
今年は日本の代表としてこの70キロでは総合格闘技では負けることが許されないと決勝のリングへと上がりました。残り1分30秒立ち上がった方がいいですか。先に上がりましたが必要に倒してきます。エプロンサイドからリングの中央付近に戻されます。下になっている日本の宇野、この時間帯は上になっているのがカルバンです。カルバンは逆に打撃ではなくこの時間帯は寝技で来ています。日本の残された時間は1分です。必死の競争だ。残り1分、宇野ここからです。宇野はここから来ます。首を狙いに来た、首を狙いに来た。宇野が耐えている。勝ちますよ。宇野は勝って勝負しようということなのか。羽根には右バー、左バック右バック、左バック、カルバンの駅見えているの。来た、パンチを返す、ショート、ショートスパー、こっから外さった。あ、惜しい、前前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 後ろについて倒しに行きます。残り30を切りました。皆さん切りたいですね、これ切りたいですね、はい、残り30、はい、倒したのはカルバン。しかし宇野はしっかりと防戦しています。宇野も恐るべきスタミナ。残り10秒切った。70キロ最強の男を決める戦い、もう時間があります。ファイナルラウンド、ここでファイナルのゴングです。日本の宇野10分間を戦い切りました。そして須藤元気さん、はい、このファイナルラウンドですけども、はい、立ってこれは倒されても宇野は勝負しようということなんでしょうかね。そうですね、はい、宇野さんもう本当に最後まで動いてすごかったです。さあこの打撃徹底して磨いてきました。桜庭さん、はい、もし、まあ、判定ドローで延長があるとするならばこれどういう戦いになりますかね。延長があったらもうやっぱりスタミナじゃないですかね。もう赤、JG カルバン、うんと一人目はカルバン。ジャッジ、豊永、ドローでもドロー、ドローです、ドローです。まだ分かりません。もう一回見たいですね。赤、JG カルバン、カルバン、判定2対0、日本の宇野、決勝で決勝見たかった。涙を飲みました。もう一回見たかったですね、見たかったですね。ヒーローズ2006ミドル級世界最強者はブラジルの JG カルバンです。日本の宇野敗れました。決勝直前の